大混乱に包まれる島の地下で、ルフィとルッチの戦いの火蓋が切られるのであった。ルフィとルッチの死闘が佳境を迎える中、バスターコールによる戦艦の砲撃がエニエスロビーを襲う。ルッチが道を塞ぐために地下通路を破壊。二人の戦いの舞台はためらいの橋の支柱へと移る。ロビンを救出した仲間たちが待つ中、ルフィは体の一部を巨大化させる技ギアサードでルッチを追い詰める。だが度重なるパワーアップで消耗していたルフィはついに倒れてしまう。そこに現れたのがソゲキング。仮面を取り、ウソップの姿でルフィを励ます。勝って、みんなで一緒に帰るぞルフィ。ルフィは最後の力を振り絞りギアセカンドを発動。渾身のゴムゴムのジェットガトリングをルッチに叩き込み勝利するのだった。